ロノとは大阪府堺市出身の落語家。ロノと事務所所属。本名は小山マリコ。出林は戸林。枕で話す身の周りに起こった出来事や女性目線のテーマを生かした話は都話呼ばれている。子供の頃は小福亭二角のファンで毎日放送の素人名人会に出演思考評価を得る。 その日の放送の審査員が三代目カツ米長では、なく二代目、つゆの五郎だった。住吉学園高等学校卒業後、入門を何度か断られるも1974年3月に二代目、つゆの五郎に入門。1975年京都花月で、初舞台。現役の中では、東西落語界で最年長の女性落語家である。特技は、南京玉すだれ、ご祝儀舞。 1991年に史上初の東西女流落語会を主催し、以後毎年東京と大阪で開催している。2001年8月からは、どの都の古典落語100選を大阪府東大阪市の東大阪市青少年女性センターで毎月1から3回行い、2005年10月13日開催の119回目で100選目を達成して終了した。 この落語会が縁となって、現在は、東大阪市立消費生活センターホームページのイメージキャラクターを担当している。また、2004年12月には、情報落語協会女子部の初代部長に就任した。2010年第65回芸術最小優秀、賞受賞。一方、私生活では、結婚、二次の出産、離婚、そして四次を持つ男性との再婚で、 6人の子を持つ母親であり、これらの体験や現役最年長の女流落語家として男女共同参画社会への提言などに関する講演活動を精力的に行っている。ありがとうございます。